劇場版に出ます。連合が初期に作った量産機ですが近代化改修され続けて高性能になったことについてみんなで語る反応集。ではどうぞ。足の甲の撮影、モビルスーツの機銃くらってよく、く、で済んだな。12.7mm 機銃じゃなかったか。対人機関銃はこいつだ。頑張れる装備が好き。大量的なパイロットがおじさん。HGCE で新しいの出てほしい。頑張れるストライカーも小さいし。だが L のおかげで可能性はなくはないレベル。105と L はほぼイコール。正式量産機だけどエース向けなイメージがある。今度出るストライカーパックのおかげで105ダガーの遊びが広がる。なぜかウィンダム差し置いて映画で活躍予定の105なぜ？生産数多くないのに変だよな。L ならまだわかるんだが今さら105は不自然。本当に謎だな。近代化改修と増産繰り返して7ロット目まで行った設定があるのでそんなに不自然でもない。ウィンダムも一応いる。ぶっちゃけモビルスーツが普及してまだ4年なんで105ダガーが現役でも何の問題もない。性能自体はそれなりだしなおさら。ストライクダガーよこされるよりはマシだろ。ストライカーパック次第で戦術の幅広がるし。レクイエムやネオジェネシス攻略に混じってるストライクダガーの強者感よ。辺境に飛ばされたベテランの兵士が乗っている感ある。好きなバリエはこいつ。ビームサーベル4本持ち。連合軍機はもっとストライカー増やしてやれ特にデスティニー世代以降。できた。なんでそう極端に走るねん。核は持ってて嬉しいただのコレクションじゃない。強力な兵器なんですよ。なら使わなきゃ。このカラーリング、個人的に好き。ラミネート走行は昔はいい組み合わせだと思ったけど、面積コクピットだけだと大してビーム吸収しないからミスチョイスだと気づいた。少なくとも PS 走行の方がいいな。連合も無意味だと思ったのか105以降はモビルスーツにラミネート走行採用していないな。スローターダガーのプラモのパッケージがかっこよすぎる。アストレイ周りは劇場版でさっくり非公式扱いにされるんじゃないかとビクビクしてる。なかったことにはされないだろうけど、ゲルググメナースが出てる時点でおよそ意識する気はないでしょう。マーズジャケットのことならそもそもただの一度もゲルググだと名乗ってないので、意識以前に無関係だし考慮する意味がない。ゲルググってもマーズつながりのこいつのオマージュだしあれ。考えてみれば紅白反転したような配色だったんだな。GATX-399-9 です。前線の兵士に大変好評でした。試作機のくせに増産とかどういうことなの？大体どっかの畜生のせい。ウィンダムの肩パーツをストライカーパック非対応にしたのは今でも失敗だったと思う。ランチャーやソードなんて使うやつほとんどいないし。何気にストライク開発から4ヶ月ですでにフリーダム完成してんだよね。CE の開発は早い。開発というより生産だけどジェネシス全体を覆う PS 走行を年内に終わらせるって凄ない？連合の片割れのユーラシアですらアルテミスなんかを用意できる以上、ユーラシアと大西洋の連合相手にやり合ってるプラントにできねえことはあんまりねえんだ。連合はダガー系というか量産機乗ってるネームドパイロットがあまりにもいなさすぎてマジで活躍らしい活躍をしてるイメージがないわ。デスティニー本編だけでもザク・ワイザーク、ディアッカ、ハイネ、レイ、ルナ・マリアといろんなキャラが乗ってるのに連合はネオだけっていう。ファントム・ペインのネームドは軒並みガンダムに乗っているし、ロゴス派にはエースがごく少数しかいないというありさまなのがね。実際ゲームだと強い量産機の部類だからな。自分で使うと割と世話になる。結局ストライクダガーと同じ数でなんとかしろみたいな設計思想に、ハイエンドはゲテモノに流れた模様。ウィンダム君はネームドがネオ以外誰も乗ってないので核とかで一瞬目立つことはあっても活躍シーンは。皆無。そういやデストレイでさえ月下の強肩は105のまんまだったな。せっかくストライカーパック正式装備にしてもらったのにスローターダガーとかいう最低な名前に。なーに、カラミティレーダーホビブンデストロイたちと並べばスローターなんて普通だよ。
ダークダガー L とかって別に名前をつけて区別してるんだけど、色塗っただけで性能に差異はありません。ふははは見えづらかろう。ストライカー取り替えれば役割なんていくらでも兼任できるから、とにかく基本性能の高い一般機を。手の割にかなってると思う。105ダガーの製造が間に合わないから、さらに簡単に作ったのがストライクダガーだったかな。ストライカー捨ててでも用意したかったモビルスーツの戦力だからね。けど人一気に幹でビームサーベル突き刺しに行く殺意の高さは大好き。イージーストライク用に頑張れるだけ作って105は捨てようとしたら映画に出るので、やっぱり作ろうかどうしようか悩んでる。いわゆるエース用の高級量産機とかお好きでない？単純な機体性能の高級機ならデュエルダガーがあるんだっけ。スローターウィンダムに期待。映画効果で105ダガー欲しくなっても売っていないだろうから、プレ版でリメイク版出してほしいな。105はダガー系で一番ストライクっぽく見えるから映画に出られた？ちょっとでも競り合って、まあ105乗ってるようなやつだしな。ってギリギリの納得感を得られるためな気がする。けど大部分はファンサとプラモの売り上げのため。最近のバンダイならカラーリング変えさせてモビルスーツ V 版と映画版とでカラバリ出せるようにしそうなもんだが。多分ないけど、新型ストライカー付属させられたらみんな食いつくと思うの。多分ないけど、そもそもお話の流れ的に連合側に視線向ける余裕あんのか。コンパスの連合軍提供機体も見てみたい。ここら辺の3機とか悪態オンプロジェクトのやつらとかかな。というか背負い物ないのか。映画の105ウィンダムも基本はなさそう。そんなに使いづらいかな。ジェットストライカー、エールストライカー、そういうシーンの描写がないだけでは。普通にナチュラルも使えるし。状況わかんないけど、見たまんまの感想だけ言うなら、着陸して地上戦せにゃならんとなったらもうそいつらパージすると思うの。そういや今の予告映像だと地面に足つけての地上戦多そうなんだな。シュシュシは割と地上戦といっても洋上多めだったし。ウィンダムのおかげでジェットストライク105が再現できる。こいつら普通にキットとしての素性がいいし、拡張性もあるしで割と完璧だよ。ソード105とか使いこなせるパイロットいたのかな。切り裂きエドとか。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。